キラウエア域の加工湖キラウエア域の噴火を、見学キラウエア域加工を、トレッキングキラウエア域のマグマの動きの、説明断面図キラウエア域加工は、米国ハワイ州ハワイ島にある、キラウエア火山の頂上にある、ハレマウマウ加工を含むキラウエアカルデラのすぐ東に、ある加工で、1965年に大噴火して、現在は休止中である。は、ハワイ語で、小さなという意味で、 キラウエアイは小さなキラウエアという意味になる。キラウエアイが作った世界最長のカズムラ溶岩道などの放射性炭素年代測定によると、ハワイの歴史時代以前の1445年くらいから大きなアイラウ噴火が50年間続いて、現在のプナ地区を5.2プラスマイナス0.8立方キロメートルの玄武岩で追ったことがわかっている。 1965年8月に群発地震がハワイ火山観測所で観察され、10月には地震計でキラウエア火山の頂上下にマグマが溜まった状況が推測された。キラウエア行き口にプー、プアインが誕生した。11月17日には溶岩噴泉が60から80メートルに吹き上がり、時々180メートルの高さにもなった。11月18日には、 溶岩噴泉は320メートルにまでなった。11月21日には、割れ目あたりの加工湖の深さが1メートルになり、湖面の波が湖岸に来て、まるで海岸の波のようになった。この日の7時25分には、溶岩噴泉は210メートルになり、40秒以内ごとにガスの泡が湧き起こった。溶岩泉が580メートルの高さになったこともあった。 最初の爆発では3100万立方メートルの溶岩流がキラウエア域に入り100万立方メートルが引いた。その後1ヶ月の爆発で7000万立方の溶岩を排出したが12月22はこれが止まった。800万立方メートルが残って6300万立方メートルがキラウエアのマグマだまりへ戻った。溶岩が引く速度は 溶岩が出る速度より速かった。12月15日には、これまで最大の溶岩流が生じた。このため、溶岩流が出て、引くごとに、河口の円に沿って黒い凸部ができて、これは幅15から60メートルで、高さは15メートルになった。溶岩が引くときは、半時計回りの渦が生じている。現在は、バイロンレッジから河口へ降りて、以前は、 溶岩湖だったところをトレッキングができる。噴火が止まってから50年経った今も、河口の地面は触ると熱い部分もある。雨水が割れ目に入り非常に熱い岩に接触して蒸気が割れ目から登る。蒸気も岩によっては熱くて、火傷をするほどである。ハワイ火山国立公園の入り口へ入ったら、キラウエカルデラの周りをめぐる、河口周辺道路で左へ曲がり、 すぐ右に、キラウエアイキカコを見下ろす、見晴らし場がある。ありがとうございます。